さあ、ファーストステージはこちらのザ・ウィーリー・ギグというゲームをやっていこうと思います。よろしくお願いいたします。さあ、今回もこちらのフォール・ガイズというゲームやっていこうと思うんですけれども、さあ、この生き残りか、あべ、かけた、このゲーム、な、ですけれども、あべ、これ、後ろからのさ、あれ、余計の、マジで、ここね、よーし、いたー。というわけで、あぶねー。さあ、うい、あぶ。これ、いかに、このプロペラに、跳ねられる、あぶねー。なんか転んじゃったんだけど、ここはね、左なんですよ。なぜかというと、この、真ん中行くと、その、プロペラが、その、まあ、時計回り、あの、反時計回りで、飛んでって、で結果右に飛ばされてみたいな感じになるんですけれども、これをまあいかにしてっていう感じ。いや、あ、さあ仕切り直しですさあ告知ですよ。じゃあこれいける。あーやばい、最悪なんですけど、まず耐える。いやー、これ耐えなきゃいけない。行こう。邪魔だってー、ふざけんな、マジで。やばい、あー、おい、おリコリー。カクカク。おー、のっとのっと。これいける。これ上手だよ、みんな。よーし、危ねー。とりあえず予選突破ですね。ラウンドオーバー。さあ結果の方見てまいりましょう。結構落ちてたね。39人の方が生き残ったと。はい、というわけでセカンドステージはこちらのロールアウトというゲームですね。よろしくお願いいたします。さあ、まあ僕のねルーティンっつったら、やっぱこうずーっとこう、危なマジで死んだかと思った。このステージで死ん、ふざけんなお前ふざけんなお前、マジで。おい、なんか一人なんか、あー、こいつダメだ、こいつはダメだ。やべ、向こう行こう。こいつはダメだ。向こう行きます。一人さ、そういうね、仲間割れするやつがいたら、みんなで生き残らなければならないわけ。と言いながらも、脱落者が15人までというわけで、みんなというわけにはいかないんですけれども、まあ、協力しつつっていう感じなんですよ。二足のわらじですよ、皆さん。わかりました？おっと、ちょっと、俺も掴んでいくと、そういうのに加担していくからね。あ、ほら、なんか来た。さっきのやつ来たじゃねえかよ。じゃあ、俺はあっち行こう。おーし、クオリティファイズ。とりあえず予選突破いたしました。ラウンドオーバー。さあ、結果見ていきましょうか。こいつだ、こいつ。こいつマジで危険。23人の方が生き残ったと。さあ、サードステージはこちらのスライムクライムというゲームですね。よろしくお願いいたします。このステージね、ちょっとね苦手だったりするんで、あ、危ねえなお前ら。おい、ちょ、あー、やばい、あー、ちょっと今の、いや、マスオさんみたいな声ちゃって出ちゃったけど。さあ、気を取り直しまして、こちらファーストステージはヒットパレードというゲームになりますね。よろしくお願いいたします。さあ、やっぱこの右端の方が行きやすいのではという感じで、こうやっぱさ、
やっぱ違うさ、プレイヤーがちょっと邪魔してみたいな感じなんだよね。じゃあこっちだよね。今回はさ、結構いいところまで生き残りたいんだよな。頼むぜって感じなんだけど。いく、よし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 、いいぞ。やばい、この、やば、一旦ここで。やべ、あぶね。よし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 。やっぱ端っこの方がいいのかもしれない。よーし、結構、いやー半分くらいタイミングできたな。さあ、これたまになんかね、意地悪、あー、ラウンドオーバー。さあ、結果の方見てまいりましょうか。結構減ってたね。まあさすがに最初のコースだからね。37人の方が生き残ったと。さあ次は生き残れられるのでしょうか、どうでしょうか。さあセカンドステージはこちらのロールアウトという生き残りをかけたゲームですね。さあ今回も生き残れられるのかどうか、それともこのゲームで初の死を飾ってしまうのかどうかかかっております。やべやべやべ、たまにこう邪魔するやつ、邪魔するやつマジでバンシーに値するんだけど、こうやって俺も邪魔していくと、俺もそのバンシーに値される側の一人と、こうやってね邪魔していくと、ういうい、これリカバリーがこれね、こう無限、こうやってマラソンマシンみたいな感じで向こうに行って、でこっちに帰るっていう作戦、これもなかなかありなのではないかというふうに思うんですよね。よし、向こう行くか。うわ、危ねえ、あぶねえ。これこっちか。ちょっとまだ13人、あと2人脱落しないと終わらないから、ちょっと早く落ちて。みんなこの耐久戦、これ上手い人でやったらさ、やばいんだろ、あ、一人落ちた。やばいんだろうね。必ず、やばい。うわー、予選を勝ち抜きました。ラウンドオーバー。さあ、結果の方を見てまいりましょうか。結構、22人の方が生き残ったと。さあサードステージはこちらのフルーツシュートというゲーム。このステージマジで苦手だからさ、ちょっとマジでみんな協力な。これね、端っこに行った方がいい的な感じなんですよ。これここもギリギリまで行っての方が危ない。あ、早くないか。やべ、あでもそう、こうやってフルーツにぶつかってもこうやってリカバリーできるから、あー、そう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 、なかなか、やべやべ。でも、これ、いけそう。見せんなよ。転んでんじゃねえか、俺。ふざけんな、マジで。おい、やべやべ、おい、ざまみろ。いけるんだよ、は。いけそう。やべ、やべ。あぶねえ。予選突破、ラウンドオーバー。いやー、危なかったな。皆さんもヒヤヒヤされたのではないでしょうか。さあ結果の方、13人の方、これも決勝なんかな。
さあ、放送ステージはこちらのティップトーというゲームよろしくお願いいたします。これ多分7人だから多分こうやってね後ろの方から行った、そう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 、こうやってね、あのこうやって人を使って多分道を切り開いていく的な感じだよね。危ねえ、落ちるかと思った。いけお前ら、こっちなんじゃないかな。いけよお前ら、ダメよ。おお、よしよしよし、危ね、行き過ぎると危ねえよな、危ね。さあ後ろから、後ろからも来ております。この白い、おお、ダメよ。よし、おおおおお、ざっ叫んなよマジで、落とされたんですけど、おい、はぁ、なんですけど、さあちょっと落とされちゃって、今回もちょっとなんかチャンピオン取ってないから、なんかいつの間に、あ、なんか、あ、これ欲しい、あ、いいじゃん、いつもなんかなんか王冠取れてるんですけど、なんかチャンピオン取れなくても、まあいいとして、それではですね、今回の動画は以上で終了にしていこうと思います。また次回の動画でお会いいたしましょう。それではご視聴ありがとうございました。